大見誠は、スピーチコミュニケーション教育の専門家。ナムサン短期大学名誉教授。1967年、フルブライト留学生。日本コミュニケーション学園現会長。テーマは、ドラマスピーチ学の方法を使っての言語習得。言語パロール化へのパラダイム転換。大見メソッドはその中核。現在は、大見アカデミー主催として、 英語教師大賞にしたワークショップを愛知県名古屋市と神奈川県で開催。2019年には随法賞受賞を受賞。幼少時代1941年静岡市に生まれる。1963年南山大学英語学英文学科卒業後、愛知県立自習館高等学校英語教諭。在職中に言語の研究が文学科語学に二分されている。 状況に疑問を抱き、第3の道ドラマスピーチ学を学ぶために1976年、大学院留学生として渡米。米国ボール州立大学、インディデアナ大学大学院ドラマ、スピーチ家庭に留学。1971年帰国後、ナムサン大学、名古屋大学、中京大学の講師として教弁を取る。この間、1974年に、 ナムサン短期大学英語科専任講師、助教授を経て1984年教授となる。24歳高校教員時代1965年少女作のオーラルインタープリテーション入門、英語の深い読みと表現の指導は、日本におけるスピーチコミュニケーションの分野からの応用言語教育の事実上、初の書である。後年、この書が入っている英語教育総書の絶版事件は、 そのまま我が国の言語研究者の言語、パロールに対する無知、ソシュールですら乗り越えられなかった壁、今に続くコミュニケーション教育の慢性的不振の一つの象徴的な出来事であったと大見は10している。1970、80年代にかけて、大学英語教育学会と日本コミュニケーション学会を中心に、精力的に発表は続けていった。そして、 オーラルインタープリテーションを扇のように置きながら、ドラマ、スピーチ、ディベートらのスピーチ学の各分野の方法を取り込んだ活動の大見案を示した。英語コミュニケーションの理論と実際、スピーチ学からの提言を上司、同書は、前著からの累積的業績として高く評価され1997年度の大学英語教育学会実践賞を受ける。 1979年により20年間、ジャパンタイムズ主催、文部省講演のテープによるレシテーションコンテストの最終審査員を歴任、各地方自治体、教育委員会、出版社などが主催する中学校、高等学校教員を対象とした研究会の講師を数多く務めた。さらに一般書としての感動する英語、挑戦する英語がベストセラーとなり、 その教育方法の有効性は世に広く知られることとなった。なおこの木に、大見メソッドという語の告知が、週刊文春12、18号や NHK、当成キーワードを通してなされている。ナムサ短期大学本部校においては、英語課長、学長補佐などの役職にありながらも、一貫して、学生の英語指導に尽力し、英語の難産の信頼、定評を、 世間から得る中心的な役割を担った。この間、1988年には、米国のコロンビア大学客員研究員としてのサイト米をしている。これは、エフルや EESL が、結局は、言語ラング間的な発想から出てくるコミュニケーションであり、スピーチドラマ学の言語パロール的応用言語、習得間の優位性には、 立ち打ちできるものではないという当初の予想を再確認できた有意義な敵人での生活体験であったと語っている。ササリン・ドーカモンナムさん大学名誉教授の今川、賢治は、大海一族を覆う力に対して、ミューズの神の祝福という良い方をしている。父が、大宮明、東京芸大出身の工芸家。その母、春子、大海の祖母は、文天の出品作家でその絵を、 秋美光太郎が購入している、溶接の慶州日本画家。春子の祖父、小林古径は、徳川時代末期の武州の書道家である。一方、祖父の大見子雄三は、東京、阿佐ヶ谷に委員を構えていた一大の通人で当時より、レコード吹き込みなどもしていた、産婦人科医師、日本の無通分娩の創始者。医学最初の患者は、ドイツ国民運変大学留学中に知り合った。 よさのあきこのいつおの件を順天堂内で取り上げている。子、ゆうの5歳、おうみみちは、あきこの親友の歌仲間。あきこの、冬かしわは、あきこなき後は、おう病院が半元となって、みちこの死後は、あきこなく、第二のあきこまた雪ぬ、だれつぐべきか、かかる大名の追悼歌が読まれている。みちこの子供たちは、カトリック修道院長、日本舞踊の家元の妻、 そして、大見自身の繊細、クラシックバレーの市川節子、長女の名はドイツのプリマバレリーナ。大見の父親の絵描きだから彫刻のことは知らないという考えは、誤りであるわ。大見メソッドの根底に流れているのか読みが、得意だから話せないというのは、本当には読めず、話せるが、読みは苦手というのも本当には話せてはいないという、多速一、一速沢の思考法につながっている。 大見誠名誉教授随法小受賞受賞。ナムサン大学。2020年5月2日閲覧。大見誠、頭と心と体を使う英語の学び方研究者。出版。大見誠、フルブライトを挟んで、英語と私。ザ・フルブライター・イン・名古屋第29号。名古屋フルブライト・アソシエーション。2020年2月。衣春2188から0638。 大見誠、オーラルインタープリテーション入門英語の深い読みと、表現の指導、大衆館、書店1984年、原岡翔子、オーラルインタープリテーション入門英語の深い読みと、表現の指導、チャセット通信53号、書評大学英語教育、1994年、月本信大見先生に聞く、王美誠、英語コミュニケーションの理論と実際、 スピーチ学からの提言、研究者出版、1996年、現代英語教育研究者出版、おシゃむらさえ、カリスマ英語教師のマル秘テキスト公開、スピーチ英語で学ぶ大見メソッド、中間文春平成15年12月18日号、講義概要参考文献データベース、英語教育、京都外国語大学 ABC 今川賢治、ジゼル公演小笠市川節子バレエ団、 第二十四回定期講演プログラム、1八十一年、大見明、漆器の発展史、ふるさと百和十、静岡新聞社、1七十三年、奥村俊之、我が国の無通文弁第一例目は、よさのあきこの文弁増井第六十巻十五別冊、平ら京子年表作家特本、よさのあきこ川で処方新社1九9五年、校内、信子。 よさのあきこ昭和期を中心に P152 ドメス出版1993年大見メソッドを語る富山温さんありがとうございます